この手でつかめ。異世界はスマートフォンとともに2023年春公開予定ということで、まあスマホ太郎っていう呼び方も嫌いなんだけど、まあ伊勢スマと新情報が出てきたんで、まあそれについてちょっとだけ触れておきます。まあ正直一件についてこきを押すような言葉先に言っておきます。まあぶっちゃけた話、一期のスタッフってあまり良くなかったって言いますか、プロダクションリードってことになってるけど、まあ実際その後に魔法フィルムっていうナローを舐めてるとしか思えない、まあこれは個人の感想ですが、まあナローを舐めてるとしか思えないスタジオに逃げたっていう人たちがいたんだけど、その伊勢スマは高橋 N 少しと魔法フィルムは避けましたと、イエーイ、いや本当にイエーイですよ。監督は岩崎義明監督で、こちらの方はまあスレイヤーズとかでまあエコントとかやってた人だし、ゼロの使い魔の一期とファイナル最後のやつとか、エスカー&ロジーとか、ラストピリオドとか、モンスター娘のお医者さんとかの監督やってる人で、まあそこそこ実績はあるって感じの人ですね。まあシリーズ構成に関しては結構安心の赤おでこさんと。アニメスタジオはだいぶムラっ気があるけど、まあ最低限の品質は大体作ってくれる JC スタッフさんってことになりました。テスマね、マイナスイメージある人多いってけど、あれ一期は仲間集めパートになってきたり、あとはひたすら本当に仲間集めるだけで終わってるって感じだったけど、まあ2期になるとその集めた仲間たちと一緒にって感じの話になってくるから、まあそこら辺でどうなってくるかって感じかな。コミカライズ見てるんだけど、このコミカライズの漫画の人っていうのは、なんかキララで前昔書いてた人らしくて、まあ結構そこら辺割り切ってみると、まあ日常系みたいな感じで、まあ見ていくのがいいのかなっていうのは正直思った。望月東也さんもちょっと結構下道主人公だと思うしけど、まああいつはまあ下道主人公と割り切ってみればいいんじゃないかなっていう正直思うけどね。ただね、伊勢スマね、これは言っとくけど、フレイズっていう敵が出てくるんですよ。この、じゃ、こいつの余裕じゃないかって思うけど、それはまあ、東野くんにとっては余裕かもしれんけど、まあでもやっぱこう、その世界に生きる人たちにとってはまあ、死活問題っていう結構やばい連中で、まあ、こいつら倒すためにフレームギアっていうロボットも出てくるっていう話なんだけど、結構こっから間延びする展開は増えてくるんだけど、ただまあ、フレイズから預かってる家族たちや世話になった人たちを守りたいっていう、そういう望月東也くんの情みたいなものとか書かれてくればだいぶマシになるんじゃないかなって思ってるし、個人的にはがっつり切り返してほしいっていうか、まあ凡作にはなってほしいなっていうのは正直なところなんですよね。まあそれだけ自分の中ではナロ原作についてはそれほど重視してなくて、それよりもアニメスタッフのまあ、やる気がある人がどうかっていうのを結構測ってるって感じはありますね。本当にもう伊勢スマ一期に関しては正直スタッフの問題じゃないかっていうのは正直あるというのが本当に、これはもう正直なところなんだけど、まあその辺どういうふうに証明していくのかっていうのがまあ二期になってくるんじゃないかなっていう。あとね、異世界に帰る帰らないの問題だけど、まあルーデウスは帰らないよ、無職転生のね。でもね、伊勢スマね、帰るんだよあいつら。地球へ帰るんですよあいつら。そこら辺そう言って言ってる人は絶対伊勢スマのこと知らんと思うんだけど、まあ帰るんですよ。まあ帰ってどうするんだっていうの無双する、神様みたいに無双するんですけど、まあどうせならアニメでそこまで帰るところまでやってほしいなっていうのもあるけど、まあそれはそれとして、レギンレイブくんの無双っぷりではちょっと見てみたいなっていうのもあるし、まあなんていうか、頑張れ頑張れ、東野くん。以上です。